れだね。よし、座ります。あ、いいね。イエーイ。楽しみ。気持ちいいけど暗い。暗いですね。だよ。本当だね。ね。本当に最高。そんなに。ここですね。小屋。小屋。江ノ島小屋。来ました。並んでない？ほら並んでるでしょ。めちゃめちゃ。小屋。あ、いいんじゃない？はい。予約してるから。何がいい？はい。あ、いいねいいね。え、どうしよう。日本酒。めっちゃある。共同作業すごいいっぱいあるね。あ、でもやっぱビールかなだね。ね、日本酒めっちゃ、え、すごい、日本酒スパークリングもある、ね、レモンスカッシュね。可愛いね。はい、ありがとうございます。海を見ながらめっちゃ並んでたもんね。そこいつも混んでんだよね。そうなんだ、うん、いいね。イエーイ、乾杯。お客様はーい、え、すごい、おいしい。おいしい、おいしい、ビール。海苔をちぎったり手巻きで召し上がってください。これがホロホロ丼。ホロホロ丼です。はい。手巻かない丼です。海苔は50円。え、すごい。このお皿は海苔をちぎった際です。はい。あれはちぎって入れればいい。そうですね、ちぎったり四つ折りに切って手巻きにされたり。で、ガーリックチップとお味噌、大根の白さび、もう好きなものを直接乗せて混ぜて召し上がってください。あ、はい。中身が出汁ですね。で、この出汁おかわり、はい、いくらでもできまして、最後直接かけていただいて、まあ、要は締めの出汁漬けができるので、おかわりもできます。はい、ありがとうございます。すごいすごい。こっちはまかないの海苔の底が気になる。ね、うん、え、すごい、おいしそう。私のもやってるけど、器にして、なんか巻いて食べてもいいですよ。もうめっちゃめっちゃ暑かったよ。負けるペースないぐらいです。いただきます。最後締めにこれかけてもいいですか。いただきます。
幸せな昼下がり、ビールを飲んで、え、タブラウスがあかった、すっごいいいよね、うん、なんかテラスハウスで見て行きたいと思って、うんまっ、うん、でしょ、また平日でこんな並ぶんだよ、うん、やばいよね、うん、マジで、でもなんか土日予約できなかったんじゃないですか、ね、あのもう当日だけとか、うん、そう並んでた気がする、でもさ、そういうしないと、うん、そういうマッチしまう、めっちゃ美味しいんだけど、うん、でいいな、うん、もう最高、うん、あと向こうの方とか最高ですよ、うん、時間で、うん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 、水だかなフライに行きますか、そう、分かってるやん、何て言ったっけこれ、燻製のホロホロ丼、まかないで、まかないで、うん、塩、豆乳、なんかぼやけた、じゃあ次、そう、どうした？バーベキューできる人もいる、バーベキュー、江ノ島、いい感じ、多分江ノ島くらい可愛い。